続きまして、IoT 社会実現のための革新的センシング技術開発事業概要説明と題しまして、国立研究開発法人、新エネルギー産業技術総合開発機構、NEDO、材料ナノテクノロジー部で IoT 社会実現のための革新的センシング技術開発事業のプロジェクトマネージャーである大石義彦より講演を行います。 大石プロジェクトマネージャーよろしくお願いいたしますそれでは IoT 社会実現のための革新的センシング技術開発事業概要説明と題しまして NEDO 材料ナノテクノロジー部で本事業のプロジェクトマネージャーを務めております大石より発表させていただきます日本では少子高齢化であったり人口減少あるいはエネルギー資源の制約などによって例えば 医療費・介護費の増加であったり地方での労働者不足や移動着者の増加またインフラ維持管理や産業保安の負担増加などさまざまな社会課題が顕在化していますそのためフィジカル空間とサイバー空間を高度に融合させる革新的センシング技術を導入することによって人やあらゆるものから データを抽出しそのデータを利活用することが求められていますそしてそれら技術を活用することで社会課題の早期解決と新たな価値創造を実現することが期待されています本事業では顕在化する社会課題の早期解決と新産業の創出を両立します「ソサイティ5.0」の実現を目指し 既存の IoT 技術では実現困難な、例えば微小量の検出であったり、過酷環境下での動作、また非接触、非破壊での測定などを可能とする革新的なセンシングデバイスの開発を行っています。また合わせて、開発するセンシングデバイスの信頼性向上に寄与する基盤技術の開発も行っております。さらに、開発するデバイスやシステムを用いまして、 革新的な製品サービスの創出を目指しております次に本事業の研究開発スケジュールを示します研究開発項目1の革新的センシング技術開発は3年間の委託期間を経て要素技術を開発しステージゲートを経て2年間の助成事業へ移行し 技術実証評価を行いま,すまた研究開発項目2の基盤技術開発につきましては5年間の委託期間で開発を行います本日の成果発表会は2019年度より開始しました研究開発項目1につきまして3年間の委託期間を終えた成果について発表させていただきます 次に全開発テーマ11テーマ全ての内容になります例えばヘルスケア分野であったりインフラ防災分野あるいは製造分野であったりモビリティ分野などさまざまな分野の開発に取り組んでおります最後に本日の成果報告会のテーマでございます 1>, 1件目は血中成分である糖や脂質を非侵襲で連続でデバイス計測できるデバイスの開発テーマとなります発表者は実施者である富山県立大学より下山先生にご発表いただきます2件目は短時間でウイルスセンシング可能なウイルスゲートキーパーの開発テーマとなります発表者は実施者である産,業産総県より藤巻先生にご発表いただきます 3件目は振動センサーや差分センサーからなるシート型センサーを用いまして例えば地震であったり土砂災害など防災サービスにつなげる開発テーマとなります実施者は大阪大学より野田先生にご発表いただきますそれでは短い説明ではございますが私より発表を終わらせていただきますご清聴ありがとうございました 大プロジェクトマネージャーありがとうございました。ね